たよな。ほんと、あんな話になるなら言ってくれって。黙れ。腹渡が煮えくり返ってんだよ、私は。しょうがないだろ。ほんと、まさかだよ、俺だって。しょうがなくねえよ。お前はなるべくしてこうなってんだよ。だいたい本当にここまで来る必要あったのかよ。ただ旅行したかっただけだろうが、お前。現実逃避したかっただけだろ。いや、どんなとこかもわからないのに書けないだろって。その、街の空気とか。何が空気だよ。空気なんか読めないくせに。いいよね、あんたは横に乗ってふんぞり返って私のこと財布や運転手代わりに使ってな。ああ、あんたに付き合った私がバカだったわ。ほんとバカ。クソバカ。我ながら嫌になるわ、もうこのバカさ加減。喧嘩？喧嘩？喜劇愛妻物語。何しに来たんだろうね。ダメダメダメ、秋のパパは。お前いい加減。何？お前来た今。ああ、本当の時別れとけばよかった。気づいてたのに、あんたが雑魚だ。もうちょっと、お前もうそうやって絡むのいい加減にしろよ。こっち来てからずっと不機嫌じゃないか。こっちに来てからじゃねえよ。お前といるからずっと不機嫌なんだよ。稼ぎもないくせにへりくつばっかこねて食い地だけ張りやがって雑魚が。あ、もうちょっとアッキーの前でそういう言い方やめろって言った。だいたいさ、そっちが雑魚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 言うからそうなっちゃってんじゃないの。人のせいにしないでくれる。もともと才能ない雑魚だから。いや、じゃあその雑魚と一緒にいることを選んだお前も雑魚だろ。そうだよ、私も雑魚だよ。あんたほどじゃないけど。あー、ダッサ。ほんとダサいわ、お前。宇宙一ダサい。もう一緒にいたくない、顔も見たくない、マジ死んでほしい。いい加減にしろ。何きり、え、怖いんですけど。あ、そういえばさっきチョップしたよね。え、手が使えなかったら蹴り。あー怖い。そのうちもっとひどい DV とかやりだすんだよ、お前みたいな雑魚は。喜劇愛妻物語。